アローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターサムやっていきます。日曜日のポニ島シマスキャン行ってみたいと思いますが、その前にですね、あのポケリゾート見てみたいっていう風にコメントいただいてたのをすっと思い出したので、今回はポケリゾート行ってからにしたいと思います。あのポケリゾートの管理人さん、リーリエちゃんとグラジオさんのお父さんなんじゃないかっていうお話をちらっと聞いたんですが、皆さんはどう思いますか？私もそうなのかもと思って、そういえばあの資料がここにあったのを思い出したので、ちょっとですね、あの博士のいるところに来ています。これね、バーネット博士とククイ博士のツーショット写真ばっかりっていうのじゃなくて、話の中だっけね。あ、ライチさんに買ったんでしょ、いいものあげるよ。あ、写し鏡もらいました。これ知らなかった。あれーこれ、あ、トルネロス、ボルトロス、ランドロスの姿を変える鏡なんだ。鏡って怖いよね。私も徹夜明けに鏡見たら知らない顔が映ってたりするもん。クマが私もすごくなる同じだった。この辺で話があった。あ、これこれ、数年前モーンという方がウルトラホールについての論文を発表したのです。このモーンっていう方の名前が、あ、降りなくてもよかったんだった、言っちゃったけど、ポケリゾートの管理人さんもモーンさんなんですよね。うん、確かグラジオさんがそのウルトラホールを発見したのは父親がっていう話をしていたと思ったんですが、この人もモーンさんなんですよね。そういえばあの髪の毛の色と、そのなんかちょっと四角い感じの切り口が似てる気がするんですよね。しかもあの最初に来た時に記憶なかっただよね、多分あ、で、ホカホカリゾートはね、今作ってないんです。あ、作ってないっていうか、作ってあるけどポケモン入れてないんですよね。で、私はここね、のびのびリゾート、ポケ豆ちょうど今ない状態で、入れるとこからしようかなと思って来ました。皆さんどれぐらいのポケ豆の数でやってますか？私だいたい、あ、そっか、今50なので結構で、こう36時間か24時間ぐらいになるように調整してやってたりするんですよね。その同じ時間帯にもう一回触るみたいなのが多いので、あ、間違った、これでいいのかな、こんな感じでやってました。どういうのが一番いいのか、もしご存知の方がいたら教えていただきたいですかわいいバルチャイ、これ1日経ったらね、そう、あの一緒に仲間になってくれたりとかっていうのもあるんですよね。うん、あとはあのすくすくリゾートで結構いろいろ栽培してました。まだねレベルが2で3つ目のところの畑にはなってないんですが、こうちょっとずつ作ってますね。また後で埋めに行こうと思います。で、ドキドキリゾート、これもね結構いろんなの見つけてきてくれるんですよね。石、光の石、変わらずの石、硬い石を発見してきてくれてますね。で、探検、お宝は見つかっていないようだ。そう、ルートね、ルートは怪しいかけら発見とか、気になる道具とか、輝く宝石っていうのあるんですけど、結構ですね、この怪しいかけらで、かけらを持ってきてもらってるんですけど、これは何になるのかちょっとまだわからない。あとコメントでガチ勢ですかっていうコメントあったんですけど、ガチ勢になれるかなよし、あ、ガチ勢になれるのかな。ほう、あの何回かね言ってたりするので知ってる方もいるんですが、私あのアルファサファイア、オメガルビーからポケモンを自分でねストーリー始めたっていうのもあって、まだまだひよっこなんですよね、ひよっこなので、あの分からないことがたくさんあって、あのチャチャチャさんとかとねポケモンのいろいろお話聞かせていただいたりとか、仲良くしていただいていてしてるんですが、それでもねやっぱり
わからないことはたくさんあって、リスナーのね、皆さんから教えてもらうことも多々っていう形なので、ぜひアドバイスいただけると嬉しいです。コメントお待ちしてます。うん、冷凍やりたいんですけどね、なかなか今ちょうど復活作業とかを結構している最中なんですが、どの子がいいかなっていう話とかをねしてたんですよ。なんですけど、性格の見方とかっていうのを教えていただいていて、その性格の子を出したいなって頑張ってるけど出ないねっていう状態が続いています。ちなみにミミッキュです。可愛いからね、一緒に行きたいんですが、まだね、何の性格がいいかなって言って意地っ張りの子にしたかったんですが、出てないんですよはい、なのでガチ勢の方すごいです。はい、ではQR コードスキャン行ってみようと思います。100ポイント溜まっている状態からのポニジマ全域スキャン。はい、お、なんだろう、魚っぽい、ポニジマのポニの樹林ですね。そっちに向かおうと思います。樹林、お、あ、ここですよね。じゃあ入っていきます。一発で来るかな。あ、来た。口がでっかい。あ、名前見てなかった。口に注目してしまった。シビルドン。シビルドン、名前から言うとしびれる、麻痺系を持ってる。でもなんか魚っぽいですね。何タイプかちょっとわからないのでかけていきますが、効果がないようだ。お、アブリボンの草だと効果なし。おや、じゃあちょっとピカチュウに変えてみます。電磁波しましょう。あ、そうそう、なんでピカチュウ全部電気タイプなんだろう。電気にしたかったからただただ単純に電気にしたかったからなんです。他にね、なんかいろいろ覚えられるのは、はい、知っているんですが、あ、これやっぱりダメなんだ。電気タイプの子なのかな。いやー、う、なんだろう、ピカチュウごめん、ごめんよ。どうしようかな、もうす、ニューラに変えます怖い、エンドウの時みたいに倒したりするのが怖い。氷の粒ってをやってみる。お、放電、あ、やっぱり電気なんだ。いや、ニューラちゃん峰打ちじゃないですよね、多分氷の粒ってちょっとやって、よし、あ、あ、あ、倒れる、危ない、あ、やっぱり倒れた、危ないじゃなかった、倒れちゃった、ニューラちゃんごめん。どうしようかな、あー、でもブーバーにして炎の体はちょっと怖いので、ジュナイパーに一回変えよう。任せた、ジュナイパー。はい、指示待ってる。ツイバム怖いな、どうしよう、加減ない、いやー、はっぱかった、倒すかな、ちょっと怖いのでジュナイバー待機させて元気のかけら使っちゃおう。ニューラちゃん、もうジュナイパーに対してのちょっと怖がりが出てしまう。指示を待ってる、ごめんジュナイパー、もうちょっと待ってて。ニューラちゃんを回復させたいです。すごい傷薬を、あ、ピカチュウにしちゃった、間違えた、効果ない、あ、一旦なくしてしまった、ふう、危ない、違う、ここニューラちゃんよくやるんですよねこれ、焦ってやってしまう。妖怪液が来る、おー、ジュナイパーは指示を待っている、いい子だよね、変えよう。お疲れ、ジュナイパー。お待たせた、ニューラ。お任せします、ニューラちゃん。うわお、これ大丈夫？半分ぐらいなんだね。大丈夫、きっと。氷の粒て。うえい、ニューラ。倒れるよ。
これやっぱりジュナイパーなのかな。いや怖いよジュナイパー。やけど、まだやけどの方がいいのかな。ちょ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 、あの賭けに出ます。ブーバーにしてみる。怖いよ。よし、サイコキネシス、少しだけ、少しだけでいいのよ。ブーバー、いい子。放電が来る。耐えるんだブーバー。よし、はあ、よかった。あ、ポケモンじゃない。投げよう。モンスターボール使う。へい、はいるかな。一発来い。あ、来た、やったー。シビルドンを捕まえたぞ。えらい、ブーバーえらいぞ。はい、モンメンもね、レベルがね上がりましたね。よしよし、ニックネームつけないで。どちらに送りますか。実家ボックスに送っちゃいます。よし、シマスキャンでキャッチしたポケモンの気配がなくなった。2日連続での倒してしまうミスはなかったです。嬉しい。ではポケモンセンターに戻って、今のシビルドン性格等々見たいと思います。はい、よかった。はい、シビルドン電気タイプ。あ、やっぱり電気なのか。放電予感域続き、ブレイククローを持ってますね。冬の特性、性格は冷静の子でした。強さを見る。冬は地面から浮くことによって地面タイプの技を受けない。うん、持ってますよね。あの鳥系というか飛行タイプの子とかがよく持ってるやつですね。あとはジャッジ。お、一個最高ついてる。おー、だからシマスキャンの子でね、遠藤とかあのこの辺とか最高ついてない子が多かったんですが、この子はついてました。嬉しい。はい、ということで今回はシビルドンゲットしました。最後まで見ていただいてありがとうございました。またね、まだまだもうちょっとかな、ポニチマのシマスキャンのポケモン残っているので、ゲット、あの遠方の時みたいにならないようにやっていこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!